クリスマスはお子さんに喜んでもらわんとあかんのに、立石さんがパーリーピーポーなと思ったらあかんねん。というわけで、12月24日木曜日、メリークリスマス、サンタテイスさんです。お願いします。サンタテでございます。サンタテトリプルスリー、メリークリサンタさんだーってコメントが言ってます。サンタさんが言ってますね。はい、そうですね、乱れに乱れ切ったサンタさんが言ってますよということでね、はい、全国で一番夢の乱れてるサンタさんだと思いますよね。メリークリーで来てます。はい、そうです、メリークリスマスですね。ボア大好きだ、ボア、はい、ボアのメリークリー大好きね。はい、この時期はクリスマスソングがね、街中に響き渡りますからね。はい、そういうことで、ね、タデイさんの方もね、ようそんな全身あれ、それで仕事してるのって来てましたよ。今来たとこだぞ。なんですと、そうです。実はさっきまでスーツでした。うん、はい、現実がすごくいろんなところで混同しておりますが、サンタテイスさんって来てますね。はい、サンタテイスさんです。だけどね、まあ去年は確かブース向こうやって、で、タテイスさんがトナカイの格好してたんじゃったかな。あ、そうや。今年はサンタ。というわけで、すげえな、これ。どうやってつけてるんですか、これ。いや、ここもう かけてる。あ、マスクみたいな感じになってるんですね。うん、というわけで今日はですね、サンタテイスさんとお送りするメリークリスマスインフォライブ、よろしくお願いしますということでね。はい、プレゼントちょうだい。どうしようかな。 いい子にしてたらあげてもいいかな。この画像、映像を見てる人はおそらくほぼ大人なんで、いい子にしてる子はいません。いません。なんならプレゼントを買いに走った方ばっかりじゃないですか。あ、そうやね、逆にね、かもしれないですね。はい、というわけで早速こちら、じゃーん。今日はどないやねー、ダーン、クリスマスに全然関係ない話をしますよ。え、じゃじゃーん、聖なる夜に夜遊び好き、夜遊びが好きというようなタイトルなんですけどもね。タデさん、ほうほう、まあ機関図してわかりますが、なんかいいフレーズ、俺よく聞くフレーズね。夜遊びは好きですか。うん、好き好き。はい、うちのサンタさんは夜遊びが大好きです。いい子にしてるよ、ね、っていうコメント来てます。うんうん、やっぱり夜にね、活動するからね。いい子にしてる子なんかいないです。うんうん、まあね、こんな時間帯にこの放送を見てる人でいい子にしてる人はいないです。いないです。いないですよ。はい、ではね、夜遊び大好きランキングっていうのがね、お、ランキング星座で分かるそうです。ランキング、あ、星座で分かる。星座で分かっちゃうの。はい、星座で分かるんですって。タデさん、ちなみに何座ですか。え、天秤座。天秤座。ちなみに僕は双子座なんですけどもね。お、まあ、夜遊び大好きランキングっていうのがあるんで、ちょっと10、まあ、星座12個あるんでね、紹介していきましょう、下から。第12位、乙女座。夜遊び大好きサンタテイスさん。今日はコンドームの売り上げがすごい。いや、岡本がね、岡本がもうすごく来てるんじゃないですか。岡本が11年ぶりにテレビ CM を放送するらしいですからね。はい、昨今、そういうの結構ね、コンドーム売り切れとったぞ。いや、乱れてんな、荒れてんな。乱れてる、荒れてる。まあ、そんな夜遊び大好き、第12位。まあ、夜遊びそんなに好きじゃないよ、乙女座。乙女座だそうです。ちなみにこちら、まあ、飲み食いして体重が増えるくらいなら家でストレッチして早めに就寝しますみたいな人が多いんですね。なるほどね、わかんないですけどね。実際どうなん。僕の友達に乙女座いますよ。あ、そう、何買いに行っとんねん。いや、それは買いに行くでしょう。ではいきます。第11位、ヤギ座。ヤギ座が第11位。まあ、寝不足で出勤したせいで仕事に支障が出るなら避けたい。夜遊びは避けたい。そうなん。はい、うわ、それだったらいろんなやつの星座調べとけばよかった。明日は産婦人が混むらしいわって。いや、いやいや、いややな、いややな。産婦人が混む。いややな。みんな否認し、いや、そう。嫌な、嫌なコメント。はあはあ、夢がないコメント、はあはあ。ほら、サンタさんもあって夢のような話になってるのに、夢がない。大人ばっかり。ではいきます。第10位。カニ座。カニ座。うん、もう理由ええか、うん。そして第9位。天秤座。ほら。第9位、下から数えた方がいいです。意外。社交の一環で夜に出歩くことはありますが、ほう、本音ではもっと早い時間の方がいいと。夜遊び言うても、もう夜更けすぎてもよろしくないと。程よい時間にしてくれよということだそうです。サテイさん、どうですか、当てはまりますか。お、
まあ年を重ねるごとに当てはまってるのかな。なるほど、うん、元気がなくなっていく現実だからってきてる。いやまあまあ確かに明日は産婦人科混む、嫌な混み方ですね。もっとハートフルな混み方してください。では第8位、おサソリ座。サソリ座の女は夜遊びがそんなに好きじゃない、はい、ほらそう。ではいきます、第7位、おう牡牛座。牡牛座、牡牛座です。牡牛座言うたら僕の1個前ですわ。あれでおかしいな、天秤座が9位なの。はい、まあこういう方もいれば普通な方もいらっしゃるってことですね。はい、あのこの方がじゃあもしかしたら10位の天秤座を9位に上げたかもしれないですね。さすが立石さん、順位すら狂わす。では第6位、牡羊座。はい、この辺ぐらいからねちょっと騒ぎたいタイプの人が増えてくる感じになってます。はい、みんなでワイワイしな騒ぎながらカラオケ行きたいタイプみたいな感じらしいですよ。俺もカラオケ行きたいやん。何座ですか？天秤座。上げてますね。あれ上げてますね。そして第5位、水亀座。水亀座、冬の誰やるな、水亀座。誰かおったな。1月2月の方じゃないですか？誰かいます？誰や、あうちの兄貴や。1月やもんな。第5位です。ちょうどまあ上から言う方が早くなってきましたね。ちなみに第5位の水亀座は男女の垣根を越えたコミュニケーションを好むので、新宿2丁目のゲイバーやビアンバーにちょくちょく顔を出しますって書いてますよ。大丈夫ですか？うおー、林さん、お兄さん大丈夫ですか？そうなんや。もしかしたら、いや好き、うん、好きやと思う、うん、まあなんですと。立石兄弟曲がってますね。ではいきます、第4位、伊手座。伊手座、異文化に対する興味が半端ない。外国人が多く集う町のパブやバルの常連になっているかも。ほう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 。うちの母親は伊手座です。うわお。外国人そんな興味なさそうやけどな。そして3本の指に入る第3位、うん、双子座。俺やないか。いや来た、ほらやっぱ当たってる当たってる。床に着いた後でも誘いが入れば出かけます。うわ当たってる当たってる。双子座が持つフットワークスの軽さは群を抜いており、まあ女性であれば化粧を落とした後、まあ僕らでもコンタクトレンズを外し、髪の毛にはまあもうあのねこうなんですか、乾かしてないやとかして、まあまあさあ寝ようかいう時に友人から今からおいでよ、めんどくさいという概念もなく出ていくそうです。当たってる当たってる。の方が勝つそうです。当たってるよ、僕の今までの10代のうちにもう今日は何もないかなと思って2時ぐらいに床につき、おい今から行くぞって言われて断ったことはほぼないです。わかったって言ってましたね。ほら当たってるよ。当たってます、当たってますね。ではいきます、第2位、魚座。魚座ね、魚座何月や？3月。3月か。3月か、まあ、2月3月、3月4月かなぐらいですかね。2月3月かな。魚座、酔っ払って現実逃避、誘惑に弱い星座らしいです。うん、明日は早晩とか、うん、夜更かしはお肌に悪い、うん、で気にするけどもう酔っ払ったら何でも行くぜみたいな。酔っ払って、あ、3月、あ、見たからちゃうかったっけ。見たからさん、そうですね、2月、うん、3月の魚座かもしれないですね。水亀座か魚座。3月2日じゃなかった？え、2月でしょ。2月2月やった。2月3日、2月10、え、何日だから、2月ちょっと頭ぐらいやったっけ。もしかしたら酔っ払って現実逃避、あ、もしかしたら、もしかするかもしれないですね。酔ったらもうとことん行くからね。あ、残ったところを見て、わし1位やってきてる。誰や、日野。はい、では栄えある第1位を紹介します。獅子座です。うお、うちの弟は獅子座です。うわ、獅子座、24時間遊んでいたい、ダントツの第1位。まあ昼間の時間に遊ぶのも好きなんですが、要するに24時間遊んでいたい星座だそうです。ああそうなんや。宝くじが当たっても仕事は続けると主張している人が理解できないタイプの人なんですって。獅子座、はい、獅子座だそうです。身近におったんやな、獅子座の皆さん。獅子座なんやで。夜遊びが好きですかと。
いうところで、うちの弟、ね、普段あんまり夜遊びしないんですけども、まあ、ちょこちょ こ, こう、ね、僕の先輩とかに連れて遊びに行かれるんですけど、すごく楽しく遊ぶそうです。やんちゃなんでしょ。いや全然全然、もう全然やんちゃな子じゃないですよ、うちの弟は。ただあのやんちゃな人に囲まれすぎてるだけです。あ、周りがそうか。うちの弟全然やんちゃじゃないです。いや全然全然、ただあのやんちゃな人に影響されすぎてやんちゃっぽくなりました。なるほどね。18歳ぐらいでサブ。はい、というわけで12の星座の中から夜遊び大好きなランキング第1位は獅子座でした。しゃあ獅子座だよって来てるわ。俺9位、イエイイエイ。獅子座の皆さんね、うちの弟が順位を上げてるかもしれないです。はい、というわけで夜遊び好きの皆さんが夜遊びする前に行くべき店を紹介してください。クリスマスの音楽流れてる。いい褒めいかない。ああ、今年最後これ。いや、年内最後です。わお、立石の南グルメ散歩ラストバージョン。やべえ、これ結構音でかいね。やべえ。はい、というわけでね、なんだかんだで立石の南グルメ散歩年内最後ということで。もう、寂しいな。いやいや、まあ言うても来週、来年か、すぐやりますから。すぐやりますから。立石さん、早速、今日のスポットはどちらに。わ、もうほんまこの近所。どこ来たよ、初のミッテラ。わ、ミッテラ初なんですか。ミッテラ初。ミッテラなんかもうミッテラって言って紹介はしてなかったね。あ、なるほど、うん、周辺を触ったことはあるけど持ってたとこですね。そう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 。お、近所やん。はい、とても近所ですね、ミッテラ筋。せやね、まあ、最後にはね、添右衛門町に帰ってこようと思ってるんで。なるほど、とりあえずはもう御堂筋からミッテラに入ったすぐその周辺から。どの辺って来てました。どの辺。まあ、あのソエモンのドンキホーテから一本あの北に上がってもらった筋を、まあ、ミッテラ筋と呼ぶんでね、そちらの方になりますね。そうそうそう。はい、では早速写真の方行く前にまずお店を紹介お願いします。じゃあじゃあじゃあ、ほんまはみんな今日クリスマスからかといってあのチキンとかケンタッキーそっちを思ってると思うけど、もう結構チキン散々紹介したから、まあね、もうその辺はちょっとあんまり合わせずに。なるほど。まあ、ミッテラのところでドーン。お、来たスペイン料理ウルトラソーパー。言うたらへんすよ、それやったら。言うたらへん。あ、そうか、ソウルやったら言うたらへん。ソルです、ソル、ソルです。ソルでいいですか。ではソルのご紹介に参ります。早速外観からドン。お、ドドドドン。太陽が。そう、太陽ですね。これどこっすか。太陽。おー、ちょうどその前ぐらいが多分あれぐらいちゃう、あれぐらいちゃう、ぐらいですか、あのあれちゃう。ウルトラソル乗っかってもらいました。ウルトラ、ウルトラ、あの焼肉一頭からか。あ、一丁、一丁か、この目の前ぐらい。一丁の前。あと、あとこれ、あのこの前ぐらい、あの貝、貝といって、そしてカニのとこがあるとか。え、そんなとこ、え、こんなとこ。そう、あったっけ。御堂筋からもうすぐちょっと入ったら。あ、入ったらすぐですよね。入ってから左手。へえ。じゃあ右手、右手、右手で、ね、右手にある。え、こんなんあったっけか。あるよ。ソル。これすぐこっち側はなんかあの誠や。あー、うん、全然知る。これよう通ってんのよ。知らんかった。見逃してる。震災場所、うん、西側、うん、西側というよりかは南側なんじゃないですかね。では行きます。ドン。お、ルッドラッサー。なんかすげえ。店内もなんか来られてスペイン系でなんか店内おしゃれやな。あ、ちょっと言うの忘れてる。これも、今日2つ紹介するやつ、やっぱりよくある1階と2階と3階ある店なんで、ね、両方とも、この辺ね、ビル軒並み多いんでね。そうそうそう、縦に、ね、縦に広い、縦に、そうそう、横より縦に広いんですよね。そうそう、はい、では行きます。ドン。お、色味もシンプルで、そうそう、うん、かつスペインっぽい。1階はな、ワイワイ、1階は、はいはいはい、2階はちょっとカップルとか。なるほどね。で、もうちょい痩せてから来たら。リリリリ、わかるわ。わかるわ。わかるわ。クリスマス。すごい。いや、ちょっと待って待って。すごいね。映せと。はい、もうちょい前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 。はい、サンタさん。いや、ちょうどいいわ。顔映らんからちょうどいいわ。いや、映るぜ。はい、サンタさん来てましたよ。サンタさん来てますね。はい、店内にも、店外にもサンタさんですね。サンタさん。はい、何してんの。何してんの。なんで。もう、西山で聞いて。え、休み今
なんか男同士で飲み会してるってさ、ね、石山に聞いて。あ、そうそうそう、ファン言って新幹線ファン言って入ってって西山、顔が新幹線いや、大丈夫大丈夫、いけるやん。そうやってみんな知り合いになってきたやろ。現金グ今日休みやから現金グ西山とこ行って、これ今あの飲食店紹介進みましょう、立井さん。もうあの2階の話は飛んだんで早速次行きますね、うん、行ってらっしゃい。2階もありーの、3階もありーの。3階もあるんですか。そうです。南明るいな、歌いながら。1,2,3。そうなんです、僕ちょっと仲いいんですけどね。ドン。これ3階ですか。3階。ここもね、あのビップとしてなんかもうカップルだけでサミットできそう、まあ、大体8人ぐらいでね。もういやこれここすげえ、なんかあれやな、あの溜まってたらおしゃれ、パーリー溜まり箱とかおしゃれ。大体4人から8人ぐらい。なるほどね、うん、結構いいじゃないですか。いいですよ、隠れ家的な。そう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 、黒のこのシックなレザーのねソファーがいいじゃないですか、うん、俺こういう雰囲気好きです。せやねん、だいぶいい。そしてドン。うわっ、何すかこれ。おっと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 、ちょっと待った、ちょっと待った、これ出ちゃいましたね。これでしたよ、うん、ほんまやったらいつもの感じやったらスペイン料理さあどうぞって言ったら大概パエリア、あれが出た。 あとなんかアヒージョとかなんかいろんなもん、シイタケ出てきてる、なんか紹介するでしょ。これじゃなくて、はい、ここで食べるべき一品、まずなんか最初ビールとか、はいはいはい、カクテル頼んで、とりあえず最初はちょっとね、お腹のちょっと準備運動をするためにあのピンチョスっていうんですけど、これピンチョス、うん、あのフィンガーフードっていうね、はい、串刺し料理。あ、これ串ない、うん、串刺し料理。このマッシュルームと生ハム詰めの鉄板焼き、うまっそうやな。これ結構ね、刻んだ生ハムを詰めて蒸し焼きにしてる状態なんで、いや絶対美味しいっすよ。これちょっとかなりピンチョス、そうです、ピンチョスだそうです。おしゃれ感、ピンピンチョス、おしゃれ感、ピンピンピンチョス。タデさん、予約したらこの部屋借りれるかな。3階のやつですね、予約ですか。そう、要予約。シイタケじゃなくてマッシュルーム、マッシュ、ね、なるほどね、マッシュルーム、まあ、そうマッシュルームを使用してるかもスペインっぽいですね。そうそう、次いきます。ピンチョス、じゃピンチョスやで、ピンチョス、ポンポン、ピンチョス、貴族の食べ物、うん、フィンガーフードよ、フィンガーフード。では行きます、次いきますよ。でん、これもピンチョスですか。フィンフィンフィン、これね、ちょっとミートボール風ですけどね、まあスペインで言うたらアルボンディガスっていうね、これちょっとミートソース、はい、アルボンディアス、うん、これもめちゃめちゃうまいんで、ここは。とりあえずこれでこう刺してつまんで、ピンチョスバーグやろ。いやほんまね、アルボンディアス、そうです、アルボンディアス、はい、そうです、あのひらがなできてるから何度も読みにくい。ミートボールミートボール もうめちゃめちゃ好き。ミートボール大きい版的なやつですか、うん、なるほどね。では次いきますよ。でん、であれ、でここに意外とシンプルなものが、そうそうそう、これよ、これが大人気の一皿なんですよ。これがそうなんすか、フォアグラ入りレバーのパテ。あー、うん、塗るんや。そう、なるほどね、これ濃厚。またこのバケットと合う合う。なるほど、このバケットもなんかじゃあふわっとうまいわけですね。そうそう、そんなもうここでガッツリじゃなくて、とりあえずお酒とこういうねのを塗って、はい、食べてほしいな。ここ来ました、タイさん、腹減った、おすすめしてくれる。俺も腹減ったわ。なるほど、助けてください。あの、まあ、その助けることができるのは自分のみのお金になるんじゃないですか。飯行ってください。では行きます。でん、おっ、おっと、ほら、これ見慣れないでしょ、スペイン料理とかで。あれっすね、日本人に嬉しい、ね、チョリソーと卵炒め。またこれシンプルなやつ、ね、すげえ出ました、チョリソーと卵炒め。これがここにある。へえ、ソーセージ、シャウエッセン、パリッといきますか。これと卵で、なんかこういうなんかシンプルなやつってやっぱ酒進みますね。あ、こういうのはね、確かにね、こういうのはビールって言いますよね、ソーセージはね。はい、ちょっとこれスペイン料理の店にあるっぽくないやつやったからちょっと出してみました。いや確かにね、あのこういう一品がちょっと嬉しいんですね、日本人向けというか。そうそう、そういうとこも含めてのことですね。お、あえてあんま難しい料理はスペイン料理やっぱなんかあれですね、触れにくいと思ったら触れやすい、こうやってやってくれるとこもあるわけなんですね。食いたい、行ってください。やっぱ男同士やったら1階のバルで、はいはい、ワイ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 、ちょっとまあちょっと女の子と知り合ってちょっと行こうかって言ったら2階で、はい、でカップル、カップル、ダブルカップル、おわとか3階使っちゃってください、ね、3階、合コンはここに決まりましたね。決まるやね。いやいいな、最近合コンしたな。8名やから44で最高や。44ちょうどいいっすよ。44ちょうどいい、ちょうどいい、めっちゃ興味あった今。
うわもうサンタガールばっかり、ね、サンタさんが女の子がいっぱいおるからね、目が目をもう奪われて仕方ない仕方ないというね、はい、というわけでそんなことを言いながら2軒目紹介いきましょう。じゃんちょっとここはついこの間できたばっかりの、お肉郎くん、肉郎くん、肉郎くんですよ。もう外写しとこうぜ。写真出せないじゃないですか。女の子でもね、ここ写るとこ通らないんですよ。ちょっと向こう通るから足元しか映らんからね。そうやねんな。はい、カメラの位置変えましょうか言うて。もうちょっと外映るようにしなあかんない言うて。はい、肉郎。肉郎言うたら最近にいるとこですね。ああ、もうついこれね。あれって場所どこになるんですか？おい、懐かしい。うちの昔のナイトマガジンミッテラ店の横。はい。はい、あそこの跡地やん、あの。え、木下の跡地。木下潰れたんですか？悲しい。そうやってまた新しいお店が現れていくわけですね。ここもちゃんと1階と2階、3階早速うまいこと使い分けるのですよ。紹介していきましょうか。あ、木下のとこか。あ、ご存知なかったか。あ、美味しかったのにな。ねえ、鉄板料理屋みたいな。よ、美味しく、ほんまによう行ったっすよね。では行きます。肉郎、バン。お、立地を見れば分かりますね。あそこかってなりますわ。あそこだ。見覚えある。看板がそのまま。もうこちらの隣はあのイコヤとか、ね、そうですね。いや、こっち側が今なんか懐かしい風景、手前がなんかホストのなんか紹介の店、ね、そうですそうです、できてるんですよね。肉郎ですね。いきます。ドン。誰ですか早速これ。肉郎誰ですかこれ。うわ男前。キャー、ね、体育会系の感じの。これ2階ね。はい、そうそうそう。これもまだあの多分木下行ったことあるんやったら大体分かると思うんですけど、だって上はテーブル席23。はいはいはい、そうですよ。縦長にパーって広いね、うん、席になってますからね。はい、肉郎のスタッフ、これ誰ですか。え、肉郎知り合いですか。いや、これはちょっと入ってもらったんです。男前から入ってくれよね。さすが女性の視聴者も気にしてくれてる。ダン。うわっ、ユッケっすか。ユッケ、とりあえずちょっと麺や、もうちょい後で、もうちょい後で、まず前菜から。やっぱサイドメニューとかいろいろあるんで、まあ、さっぱり前菜からいきましょう。肉だけじゃなくて、はい、さっぱり前菜から。そう うまいやつやん。そうなんですよね。生レバーが食べられなくなった昨今、これに走る人が増えたと。そう、はい、まあでも増えいきますよね、これね。ではいきます。ユッケーな、ユッケーますやな。いきます。ユッケー。あとで海鮮も回り。なるほど、肉郎と言っても海鮮もございます。そうだから女性とか絶対これやっぱね頼んでほしいんで。ユッケはオッケーなんや。オッケーなんじゃないですか。ユッケオッケー。そこでダジャレにしてきた、うん、このサンタさん。なるほど、それ焼くのってきてますよ。焼きますよね。焼きますよ。うわいいな、やっぱ海鮮ね。まあ女性の方も肉食べたら食べててもちょっと海鮮も行きたいって方もいますから。僕は焼肉に行ったら野菜すら食わないですよね。やばいや。野菜海鮮全く食わない。あったら食うけど自分から頼むことは絶対にしません。頼むことはないか。はい、頼む、絶対頼むんですね。肉食いに来とんねん言うて全然頼まへん。で海鮮ね、まあ、あの皆さんこんなのもあるんやったらぜひ行きたいところですね。では行きます。海鮮って来てるさ。結構あの語尾でふーなる人から増えましたね。そしてドン。厚切りだった。厚切りタン、タン、これタンですか。タン、うわー食べ応えありそうなやつですね。これね分厚い。ほんでまためっちゃ分厚ないですか。だって普通薄いのでな。はいはい、そうですね。だって前も紹介した上の片面だけで上ネギ乗っけて。そうですね、薄めで片面焼きね。あれの好きな人とこのちょっと分厚い感じでちょっと歯応えも楽しむね。両方好きです、両方好きです。さすが関西で分厚いタン珍しいな。さすが肉好き。いやさすがですね。ドンと今度はガラッと変えて、今度は薄めの極上ステーキ。あ、はい、なるほど。この肉をね店員さんに焼いてもらって。あ、焼いてくれるんですか。焼いてもらって、結構これでかいんだね。はいはいはい、でかいんだね。やべえって言ってる。手指あれで見えて皿これやったらむっちゃでかいですよね。そうで、さあ焼いちゃおうかね。お、焼く途中じゃあこの経過が見れるんですね。ドン。わもう薄い、わっと薄いからもうチュワッて、もうじわっときてる。ちょっとでいいよほんまに。半分消えてもうてるで。うん、ちょっとでいいよほんまに。じゅっときてるよほんまに。もうちょっとでいいよ。でもさっさと。そう、まあしゃぶしゃぶまではいいけど、まあ、ね、表面に色がつくぐらいでいいと。はい、すぐ裏返す。そうなった結果があるんですか。そうです、あります。で、生卵をつけて食べる。卵で絡めるんや。もう口に入れた瞬間お肉が
溶けます。なるほどね。いや溶けます。溶けるという表現ね、ありますよ。溶けます、ありますよ。うわ、生卵で和えるんや、美味しそうやな。え、絶対うまいって言います。いや、これやばい。卵いいね。そうっすね。いや、いいな。すき焼きの実機器になった中でこういうのもね、ありですね。いやいや、いいな。で、あと肉郎さん、はい、あのいろんなセットメニューがあるんで、はいはいはい、まあ例えばあのタレじゃなくて塩物セット、あで赤身セット、あと上物セット、じゃあ、 あとホルモンセット、いろいろ迷ったらパパッとそのセットを頼んで、うん、そうだから結構ね、高くつくんちゃうの、あれちゃうんって言われる人はやっぱセットで頼む方がいいですね。でみんなでまあシェアしてね、うんうん、であんまりにも肉食べなあかんやったらご飯でかさまし、これですね。そうそうそう、はい、でもお高いんでしょ、大地さん。この値段でこの質なら他のチェーン店の焼肉屋さんに行くより断然安い。おすすめ。お一人予算どれぐらいでいいですか。いや、それは食う量によるでしょう。タテさんは大体どれぐらい。え、いっちゃう5、6千いっちゃうね。あ、でも5、6千で食えるのか。5、6千で。あ、じゃあ全然いいんじゃないですか。いいです。全然いいです。大体だって2人とかで1万円やったら全然ありです。まあそうですよね。あ、1人5、6千か。やったらまあそんなむっちゃ高ないですね。全然す。いや、僕はあの焼肉はもういつも食べ放題を食べるっていう文化が染み付いてましてね。ああ、こういうちょっとしたところで、あれ何90分1え2時間2時間ですか。2時間3000円とかね。3分間。ああ、そういうのあるね。そんなんばっかり言ってたんで、ちょっとこういうね、上質な肉をゆっくり食べるっていうのも覚えようかなとそろそろ思いますんで、こういうとこちょっとぜひ。そうそう、勉強になります。勉強になります。さっきはちょっと男の店員さんだけでしたけど、はい、ここ行った人は大体女性のね、店長いてるんで、女性店長、その子が可愛いって言ってリピートしているらしいんで、行く理由が増えました。ぜひぜひ、ぜひぜひ行く理由増えましたわ、うん、ちょっとあえて写真はちょっと載せれなかった。なるほど。いや、まあそれはね、まあご事情もありますからね、うん、目で確認してお金払って。可愛い女性の店長やってますよ。行きましょうということで、行くべきよ。はい、肉郎。肉郎見たらもうまだまだ捨てたもんじゃないですね、うん、しかも遅までやってるね。あ、そうなんですか。3時、4時、うん、4時ラストオーダー。行けるじゃないですか。で、5時までめっちゃ腹減った。やばい、今日ね、ちょっと早く起きて早く飯食ったからね、活動時間が長い分腹減るんすよね。腹減ったなぁ。あの薄いロース、ちょっと完食しよう。肉ロー焼きおすすめです。わかりました。立石の南グルメさんも南に戻ってきてますよと。はい、というわけで立石さんの方から行ってください。ドーン、じゃあ来たー。もう俺ラストのイホメンニュース、はい、イホメンニュースは変わらずこちらイベント速報。大したイベントじゃないですけど、大したイベントですね。クリスマスですね、サンタコスプレ。女の子がサンタコスプレするって言っても、どんなサンタやねんって思いません？いや、こういうひげ生やしたような女の人がコスプレしてるのかって、ほら、あんな、それはちょっとまたちゃうやろっていうところで、じゃあちょっと皆さんに、うん、あのサンタコスプレ注文がどんなもんなんか、うん、最近なんか種類、女性の方が多いね。そうなんですよ。でまあね、赤いサンタが俺の黒いサンタ持ったりするんで、あ、 そういうところも含めて、あのサンタさんの、まあ、サンプルをちょっと紹介します。サンプル、はい、サンプルあります。セクシーサンタのサンプルあります。皆さん、目をかっぽじって、目かっぽじってことは出られんけどね。ではいきます。で、こんなサンタさんね、こんなサンタさん街に歩いてますよ言うて、はい、タテさん、それタテさんがしたおっさんです。いやいや、こういうやっこういうサンタさんがね、あのこの3日間ぐらいはもうガンガン外歩いてるんですよね。いや、俺これ好きかも。しかもこういうサンタさんがガンガン今店にいるんですよね。やっべ、足寒くないのか、それ気にしだしたら終わりです。べ、でも俺ちょっと胸元気になるから、もうちょっと違うデザインないかな。なるほどね、うんうん。ちなみに他の写真がたくさんありましたが、都合により、あえてあえてあえてこれあえてこれ、はい、げる。 あんまりちょっと胸元見えるやつあかんか。この子かわいい。ほんでサンプルフーって来て持てるっすわ。やっべ、テンション上がり散らしもんさん、ありがとうございます。このモデルの子に会いたい。会いたいですね。